長です。紬だよ。そういや思い出したことがあって。何をだ。これ、関所の鍵だな。おそらく虹の班のところじゃないかな。なるほどな。それを試そうと言うんだな。それともう一つ、これじゃない、これ、スタンレーからもらったメモか。こっちにヒントが。天空の羽は天空でもとあるな。おそらくこれヒントだよね。思い当たるところがあるのか。天空って言ってるぐらいだから高いところだよ。多分ささやきの森のところの上。その前にこっちから試そう。虹の腹に飛ぶのか。いや、大地の領域にも先に進めなかった場所があるでしょう。そっちも試そうというのか。大地の領域の方が行きやすいかなって。どっちもどっちな気もするが、それは行ってから判断するよ。じゃあ扉の手前まで行こう。そこだな。で、手前まで寄ってきたよ。なんか反応したぞ。ちょっと敵が邪魔。確かに開いてる。どうやらこの先が戦場だったようだな。ということは虹の腹にもつながるのかな。そうなりそうな気もする。今のは危なかった。そんなに難しくなさそうだな。今のはボンミス。なんかひどいぞ。まだここに入ったばかりなのに、なんかダメだ。今だ。トラップが発動しないようにしたか。最初からこうすればよかった。それ以前だった気もするが、まあまあ。これだったら上位の回復薬とかの方が良かったな。ここ自体はそんなに難しくないだろう。そう言われればそうだけど。右はないね。新しい敵か。キノコではあるけど、なんと硬い。もしかするとレベルが高いのかも。魔王城で鍵取ってこなければここに来れないし。とりあえずこの下を埋めてこようか。テトゲだし。まだ下があるな。そっちの方だね。あのキノコは怪しいかな。また硬いキノコが出てきたな。ちょっと苦労しそう。壁に逃げつつ倒すか。やれなくはないな。とうとう上位の回復薬が出てきた。それだけ厳しい可能性があるな。右大丈夫かな。まあ行ってみるか。大丈夫だったな。また下に知らないやつが。キノコボクサーの小さいやつだな。そんな感じ。あれと戦ったの結構前だけど。まあここのボスだったか。中間もすっごかったね。まだ下がある。どうやら一番下まで来た。一旦は平地だね。やっぱり敵の体力が多い分苦戦するな。これはしょうがないね。HP にも気をつけた方がいいぞ。はい、そうだね。あとは左に進んでみてって感じか。それで登るんだな。進路は確保できた。これだと単純に迂回してきた感じだな。これで繋がったんじゃないかな。
もう少し上でつながりそうだな。今キノコが一瞬でどっか行ったよ。そういうバグだな。たまにあるよね。今度こそつながったでしょ。まあ行ってみればわかるだろう。その前に、青髪の少女の日記？もしかするとささやきの森であったらいいかもな。それがこっちに逃げてきたってことかな。その可能性が高いな。鍵も持ってなさそうなのによく来れたな。まあそこはゲームの都合だろう。そういうことにするしかないか。そうしているうちにセーブポイントか。わざわざこんなところに設置するなんて。でこれは右に行ける？少し面倒な感じか。なら宝箱とかかな。装備の方が。それならいいものが入っていてほしいけど。この下は飯つくか。さて今度は上に行かないと。ここも少し面倒そうだな。どうでもないかも。むしろこっちがモンスターを倒すか。しかも敵が強いやつも。まあ一体ずつなら何とでもなるだろう。でもそのうち複数になるよ多分だけど。今のは避けたかったか。まあそこまで追い込まれてないから。ミスった。少しで。あいつじゃん。この3連撃なんかそんな感じ。あきはりは割っちゃったけど。今度はこいつに向かいだ。やばい。複数になると逃げる場所も考えないと。まあ一体になったし。今度は4回も止めてきた。意識ついた。でも上に登ってくれないし。それにこれだけ固まってくれればまとめて攻撃できる。その分だけだね。終わった。さあ回収。新しい鎌、そして MP の花か。とりあえずチェックしよう。こっちだ。強化した鎌より強いな。先にちゃんと探せばよかった。まあ結果論だからな。じゃあ戻って行こうか。帰りは加速か。行きに見てるしね。あと少し苦労しちゃったのもあるし。これとかな。たまにキックにするんだよね。まあ回復して。じゃあ先へ行こう。いきなり囲まれてるな。掃除してから行けばよかった。まあそれほどでもないだろう。もう一体か。残り一体だ。今のはダメだな。確かに逃げれたね。そういやレベルを確認しておこう。この辺からかな。あれ、もしかして上？これだと大地の領域のカテゴリーのところかもな。やっぱページオブリが欲しい。もうちょっとだ。この辺か。66だな。まあ来るべきではないってことはないね。これはさっきの続きのようだな。アビシアって直せんだ。行き通りならそうだ。硬いキノコがいっぱい。
さっき4体まとめて相手してたから大丈夫だ。今は魔法で処理してるけどね。残りはその下のやつ。無駄に相手にしなくても良さそうだな。微妙に登ってきそうでもあるけど。ようやく倒したな。これで安全に右に進める。ここで休んで。また装備の宝箱だな。今度はムチ来た。かなり強くなる。こんな感じで進めるところがあるならどんどん探索していった方が良さそうだな。じゃないと神の神殿の敵強いよね。あとは戻っていってたな。ここから戻るのはさほど難しくないから。ちょっと危なそうだったが、とりあえずここまで戻ってきた。あとはさらに左だな。そっちに行くのか。いや、この上なんかあるよ。キックが出ないし。またか。ちょっと調子悪いな。いけたいけた。で、この敵、あの虹の腹の上の方で見たやつだ。今は相手するのやめよう。これはアクセサリーかな。確認。いいんじゃないか。ダメージ軽減がついてるのもいいね。探索ならこの方が良さそうだな。こっちに来てよかったよ。相手にするの。今は余裕もあるし、いずれこいつも倒していかないといけないだろうから。はい。油断するとやられるぞ。回復しとかなきゃ。せっかくだし乱殺かって。まともに相手にするのは面倒だな。確かに。ここももうすぐ終わりかな。というか、さっきの敵がここで出たということは、この先でマミと場所に繋がるんだろうね。またいるし。で、反撃が後から出てる。王城で見た攻撃だな。やっぱどんどん攻撃が激しくなるな。ここでも上位の回復ヤフだし。やっぱやり過ごそう。もうすぐ大地の領域も終われた。マップが変わったな。このまま左に進めば虹の原で似た場所に行けそう。まあ敵からしてもそういうことだろうな。無視するだけならこいつ余裕だな。ただ新しい敵が来たぞ。図書館にゾコンと同じタイプ。こいつは土魔法だな。はっ、こっちは風かな。そのようだな。両方ともそこまで強いって感じはなかったけど、下のはちょっと強そう。上から行くか。まあ結局全部回るけど。上位の薬もどんどん溜まりそうだな。今のところ売ってないから貴重だね。はっ。と左に光が。ん？助けた覚えはないけど。これは受け継いだ能力についてじゃないのか。少しあの狂人って言葉が気になるな。じゃあ今度はちゃんと上に。また新しいのがいる。まあここも探索を始めたばかりだから。こっちは行き止まりか。さてこいつは悪い。槍だと距離に来そうだな。しゃがめば大丈夫って距離はあるね。
後の月は危なかった。レベルを確認しておこう。こいつだ。72だな。まあそうなるよね。この辺はそういうところということだな。はい、これでこっちはおしまいかな。あのショートカットをなんとかしない限りはダメだな。そこに行くまで結構時間かかりそうだな。でも戻るしかないか。あ、極端に逃げたな。というかセーブポイントが近そう。そのまんまだったな。一旦下に進んでみるか。いや、こいつシールで構えるとダメージ極端に減る。でもお嬢の敵よりはやりやすそうだな。反応速度がそこまでじゃないし。しかしそれでも体力が高い分倒すのには時間がかかるな。でも確実に進めるためにも倒しておかないとね。今のよくわかったな。いや、壁に当たろうと思ったら落ちただけだよ。お宝箱来た。剣か。アクセサリーになってるぞ。こっちだ。悪くはないけど。そういや、やっぱり剣はやりづらいか。結局攻撃力もリーチもいまいちだし。こいつを無視して。赤い光だ。おいで、構えて。何かが俺たちのリュウゴルーンを奪おうとしてるかも。イフ、これルーンから聞こえてきた音だわ。中途半端なところで会話を挟んだ。いつ抜けようか迷っちゃったよ。戦うのか。さっきセーブして、まあパターンを抑えておくのも悪くない。これは月。レーザー攻撃みたいな。いや、これはちゃんと逃げないと当たるパターンだね。この上に行けばショートカットがあるかな。はい、ムチと鎌のセットなら一回であの本は倒せそうだな。単独で出てきた時はそのタイプが一番だね。はい、じゃあショートカット用の壁も見えたし。はい、これでこの辺は埋まったな。下から左に向かえば虹の葉の方に繋がりそう。ここは左か。ちょっと左も気になるな。意味のないダッシュだな。ちょっと、なんか左は赤い壁で塞がれてそうだな。とりあえず敵を処理するよ。今だ。結局逃げるのか。その方がいいでしょう。で、あとは左に行ってどこに出れるか。で、モンスターハウスになったな。ここの敵を相手にするのか。ちゃんと見て戦った方が良さそうだぞ。逃げられないからそりゃそうだ。次だ。でまた同じ。と
りあえず上空に逃げておけばってところだ。こういうのが怖いけどね。敵が全体的にやれなくないけど、ひたすら面倒だな。本当か。今度はやりづらいなみたいだ。本気出してきた。槍にしばらく判定が残るようだな。そんな気はしてたけど、ついまだ出るの。今度はこいつが2体だ。ますます面倒に。なんとかなるもんだ。あいつだけど1体倒せた。なかなかだったな。でも向き合えば全然やれなくはない。もうすぐにジナハーの方に繋がりそう。でまだいるし、鍵が反応した。これで繋がったようだな。そうだ、マックしておこう。これでこっちも扉だったことがわかる。そういえば全然使ってなかったな。なんか途中から面倒になっちゃって。どうせならマットが切り替わる建物に何かもつけておくべき。それも今更だな。これでさっきの赤い壁の反対側に来たかな。いや、途中に空間はありそうな気がするぞ。やっぱりあの赤い壁いずれは何とかしないと。ここはさっきの階段を行くしかないな。あれ出口ね。どう危な。ここまで来れば大丈夫だな。花も3つ集まった。徐々に高くて詰まってるな。やっぱホームケアの装備が欲しいところ。はい、さてここは上に行くしかないか。右下は何かありそう。ここもショートカットのようだ。これでセーブポイントにも戻れるようになったと。いいのか。いや、まだ進めるでしょう。これで大体右側は埋まったかな。あのアメシツクは左から回ってこいって感じだな。面倒だな。やるならちゃんとやらないとな。はい、本土に来てる。土の方も反応を始めたな。こうなるとちゃんと倒さないとまずいか。でこいつも邪魔してるか。相手にしない方が良さそうだな。ちゃんとスルーできるならそうした方が本当いいね。あとはここからどうするかだな。今は上に向かうしかない。いや、
うだ。さっきの飴しずくを回収に向かおう。あいつも一段落ちたし、安全に進めそうではあるな。塗装やこいつが残ってた。仮面をかぶった女性。なんかいろいろつながりそうだな。もしかしてこの先でもあいつが出てくるんだ。その可能性はある。だがまだ完成ではないぞ。まあこっちはいつでも好きなところに行けるか。じゃあ回収も終わり。ここからさらに上を目指さないとな。上に戻ってる。まあ無視していくけど。この様子だと左上にって感じか。隣そうだね。またセーブポイントっぽいな。転移できるやつだ。あとはここの名前を知りたいところだな。そうだね。